こんにちは。今、泣きながら編集してます。てえ、お前何言ってんだ。あのような生放送でもダブルスイカが達成できなかったからよ。結構惜しい場面まで行ったんだけどな。泣くってのはちょっと怖いからやめてほしいんだが。怖いってなんだよ、怖いって。あれ、今回は右から背の順なのね。まあその日の気分次第なんだけど。さあ、桃の右にブドウを仕込んだよ。ちょ、チェリーが入り込んじゃってるけど。まあチェリーぐらいだったら紛れ込んでも大丈夫かな。あとは真ん中のリンゴを発火したら中央パインになるわね。間違えて左下のリンゴを発火するんじゃねえぞ。面倒なことになるもんね。早めにか気が来てくれないと。あ、来たじゃない。この一号左とくっつけたいところをぐっとこらえて。さすがに騙されなかったわね。オッケー、中央パインができた。チェリーが左に行ってくれたのは良かったんじゃない。さあもうちょっとでメロンなんだけど。で、右下にイチゴが入り込んでるじゃない。ブドウイチゴはちょっと弱いが、ちゃんと桃にイチゴを乗せてるからデコポンになるよ。発火する前に左を桃にしなきゃじゃない。せやな、あのトーテムポールをなんとかしないとヤバそうだし。トーテムポールね。チェリーが来てくれたら解決できるけど。で、お真ん中が繋がっちまうぞ。ああ、それもう発火しちゃうわ。すっきりしたわね。で、右にカキが落ちちまったか。大丈夫、これは成長させたら浮いてくるから。一応ギリギリメソッドは成立してる。あとは左の小物を成長させたらなんとかなりそうだな。いやー、たまたま助かったけど、やっぱり桃にしてから発火しなきゃだね。さすが運だけの男。さあもうそろそろスイカができるね。ちょ、リンゴが中のブドウを引っこ抜かなきゃくっつかねえな。あ、次のイチゴで引っこ抜けるわね。で、ああ、しまった、上にブドウはダメだったかも。で、そこにブドウはまずい。これは致命的なミスかも。ここからカドスイカに持っていけるのか。一つだけ方法があるとすればこれ。先に右の桃パインにします。で、右を。そう、これで少しスペースが広がるから今のうちに左のブドウを救う。この柿を発火させれば。で、リンゴ右に。今のうちに助けられるじゃない。問題はフルーツが入るかだが、リンゴになったら浮いてくると思うから大丈夫だよ。まさか救えるとは思わなかったんだぜ。よし、あとはパインを作って発火させるだけ。右のパインとくっつく可能性は、間にイチゴとチェリーが挟まってるから分断できてるね。なるほど、それなら安心ね。いやー、まさかスイカを作るまでにパインを3つ作るとは思わなかったぜ。オケオケ、あとリンゴ1つ。ってことはこれ、スイカの後パインができてる状態からスタートできるのね。そう、すぐにスイカメロンの状態に持っていけそうだね。用意しないスカドスイカなんだぜ。そして何事もなくスイカメロンへ。問題はここからだな。あんたここからが下手くそだからね。そりゃ盤面が狭くなってくるからさ。さあ、左にイチゴが入り込んじまったが、救わなくても影響ないから大丈夫だよ。このデコポンは左に移動させてと。おお、これで梨が作れると。これで綺麗な盤面になったわね。下のブドウを救いたいよな。早めにブドウをおなしゃす。よし、積もれたわね。最後までこの積もうんでおなしゃす。運だけの男だからいけるかもね。なんだか嬉しいようで嬉しくない表現。さあ、事故なくパインまで作りたいね。次の柿で桃まで作れるわね。いや、あえてくっつけずにリンゴ2つにするよ。なるほど、桃にする前に盤面を整えるんだな。でも盤面がカツカツになるから怖いっちゃ怖いけどね。ここで桃にしよう。これだと桃が浮いちゃうわよ。桃の上にフルーツを置きにくいな。でも梨にすれば沈むよ。見た感じさっさと桃にした方が良かった気が。確かにこれが強いか弱いかは正直わかんない。とりあえず事故らなくて良かったな。さあ早くパインを作らなきゃだね。左上の柿は絶対使わなきゃね。じゃないと下に落っこちてメロン上パインの卓しかなくなるからな。右を成長させすぎるのも良くない気が。そうだけど小物はあんまり置きたくないし、そろそろ本格的にパインを作らなきゃ。よし、次のブドウで発火できるぞ。おっと、デコポンは絶対左に置かなきゃだね。右に置いたら右の柿とくっついちゃうもんね。こういうところでミスると致命的になるかもだからね。さあ次は右端に桃だな。浮き桃用のブドウを用意しなきゃね。次のイチゴでブドウにしちゃおう。よし、あとは桃を押す用のフルーツをセットしなきゃね。このイチゴをくっつけると左で柿になっちまうか。いや、だったら時差置きで。おお、うまい。オケオケ、まだ桃にするのは早いから仕込みを。できればリンゴにしてから発火したいけど。でも結構リスクが高いんだよね。次がブドウだからもう発火してもいいかな。さすがにデコポンは巻き込めないか。チェリーがあったから分断されたな。さあ、イチゴ2連だけど。右に流そうかな。あったまたイチゴってことは。よし、実質ブドウだからリンゴまで進化できるな。で、チェリーのせいでくっつかないわ。桃をまだ押せてないからここから押し込めば。オッケー、くっついた。よし、このリンゴをいち早く梨にしたいわね。あれ？だがツモ的に、で、ストレートに梨に進化？じゃあ一気に最終盤面だ。しかもシフトで柿を右に持っていけるし。で、おお、デコポン2連を引いた。よし、
ここで分離書きができれば。ああ、始まったリンゴになっちゃった。ちょ、お前本当に分離書きにするの下手くそだな。だがしかし、ここで書き切れを引いてしまえば問題ない。まさかの。じゃあ、ありがとうダブルスイカ。ちょ、分離書きが失敗したのに、さすが運だけの男ね。こればかりはね。さて、また苦手な2周目ね。まずはこのフルーツをうまいことまとめないとね。さあ見てくれ、この理想的な盤面よ。もうすでにブドウ仕込みか。あとは真ん中のリンゴを発火すれば中央パインができるわね。え、柿に連か。あ、ここで柿にしても、もしかしてくっつかねえか？んダメだったか。ちょ、これ早くくっつけないとまずくない？やべえ、また盤面が破滅する。く、この柿を成長させつつ左から押していこう。リンゴにすればなんとかなるかしら。んだが右のリンゴとくっついたら、それはそれでまずいわね。いや、多分ギリギリなんとかなると思う。よし、ここで押していけば。く、まだ押せない。このチェリーでダメ押しかな？あ、ちょっとずつ動いてるわね。じゃあ、これ盤面が破滅してね。こんな感じに。うん、この時点で角スイカができないわね。というかそもそもスイカまで作れるかどうかだぜ。さすがに作れるんじゃないかな。桃が右に沈んで。こうなりましたと。いや、パインの下にリンゴが。さっきのデコポンがリンゴになったのね。余計に悪化してる気がするんだが。いや、まだ完全に終わったわけじゃない。スイカにできたらコートチェンジも視野に入れよう。ちなみにどうやって発火するつもり？そうだな。できれば右のパインを使いたいけど。となると真ん中を成長させなきゃダメだな。だとしてもさすがに厳しくない？パイナップルがセパレートしないことを願おう。となると左の梨を成長させちゃダメ？できれば使いたいんだけどね。手をここを桃にしまっていいのか？あのこれっていわゆるミッキー型っていう。ふっふっふっ。お、なんだこの含みのある笑い。まさかここから何か起こすっていうの？やって、ミッキーだわ。でしょうね。もう、結局何も考えてないんじゃない？ここからどうするんだよ。もう一個パインを作ればスイカができる。まあ結局そうなるわよね。お、左の柿を発火すればスイカができそうか。よし、ここから2連続ダブルスイカ。いや、それはできるわけないっての。まあ、とりあえずスイカ。あ、ちょっと柿が邪魔でくっつかないで。どうするんだよ。このまま上に積み上がってしまいましたと。ダメじゃねえか。むむ。今回も2連続ならず。というか7000点すら取れねえっていうな。おかしいな、なかなか角スイカが遠い。スイカすらできてないじゃないの。それは言わないお約束。